しかも YouTube ラジオなので全国もう海外でもどこでも見れますので、でね、なんとね、びっくりしたことにね、そう、明日収録、明日公開で今日収録だったんですよ。そうそうそう、今日収録してました。それは楽しみです。だってよかった。私もさ、こうなんでリノのこと選んでくれたのかとかもお話ししたりとか、なんか結構ファンの方のお便りが、みんなお便り送ってくれた、みんな志村さんのラジオのさ、みんなツイッターで呼びかけしたんですけど、みんな送ってくれたかな、なんか送ってくれたのかわかんないんですけど、すごくいっぱい来てくれたお便りが、そういっぱい来たって言ってもらえたので、志村さんから、みんなお利口ですいっぱい送ってくれてありがとうと思って嬉しかったです。いっぱい来たらしいですよ。で、今も終わってから収録始まる前に下野さんが大体読むやつを選んで、その後に収録終わってから今も全部のお便り読ませていただいたんですけど、あの知ってるファンの方の名前もいっぱいあったりとかあって嬉しかった。ありがとうございます。もちろん全部は読めなかったんですけど、あのみんな目を通したのでね、送ってくれた方ありがとう。そして選ばれた方はお楽しみに、明日から YouTube だから一生聞けるのよ、ずっと聞ける。そう、いつまでっていうのがないのでずっと聞けるので楽しみにしてください。マジでいっぱい笑ってしまったお便りみんな目を通してるのって、目を通してますよ。ラジオ聞かないとの方の、お便りも全部目を通してるので、皆さんもいっぱい送ってください。優しさに飢えてるの。だからさ、私初めてその YouTube のさ、ラジオやったんですけど、ゲストで呼んでもらって、週にあれを1回撮るのすごいなと思ったね。すごいなと思って、私さ、やっぱ今回は2人で、下野さんとマネージャーさんの黒木さん、分かる方いるかな、黒木さんの3人でやったんですけど、なんか普段はもう一人じゃないですか、下野さんって。今日も素敵です、だってありがとう、キャピキャピ。嫌になったのすべて、タタタンタラタタンタンタンタタンタン。昨日からいろちゃんの黒い天使に見とれていました。だってそう、今天使の尻尾も黒い天使もできます、白黒両方オセロみたい、白黒両方できてしまいます。この間のパジャマドライブ公演から、私のお友達がりのちゃんに夢中になっているようだって。わかる、その友達の顔わかるし、りなちゃんの顔もわかる。ハズハズさん推しよね。昨日はハズハズさんの代わりに頑張りました。優しさに飢えてるの。いっぱい喋ってさ、あとさ、下野さんと一緒にさ、下野さんと一緒にご飯食べてきた。だからもう今日ご飯いらない、いらない。孤独を埋める優しさに飢えてるの。きらりくい涙、あーとと
何食べましたかって何だと思う？何食べましたか。まあクイズに行きました。幕張コンサートの時に渋井ちゃんとイクノちゃんのお部屋に誘われたの。誘われた。可愛かった2人とも。イノちゃんアバターが出たらって。ありがとう、嬉しいです。あ、やばい、今ウサギがないんだ。孤独の優しさに飢えてるの、きらり黒い涙、ああ風の中に消えた。まいちゃんがラジオって言ってました。あ、そうなんだ。そうですよ。今日はさ、ちょっとさ、髪の毛まっすぐにしてさ、なんか家出る前さ、めっちゃなんかやさ、やる気が、やる気っていうかメイクする気が起きなくて、で前髪もなんか長かったから、なんかすぐ巻き取れちゃってさ、とりあえず髪だけ巻いてね、ほら髪だけ、髪ゆるくだけど適当にね、なんかまっすぐするのがめんどくさかったから、とりあえず髪だけ巻いて、んで眉毛とリップだけ塗ってました。パスタだって。正解は天ぷらです。天ぷら屋さんに行きました。天ぷらタッカオですこんばんは、だってこんばんは。これない方がいいな。ある意味初見です、だって。ん、どういうことだ。食べたかさんもありがとう、佐藤もありがとう、ビバもありがとう、高陽寺ありがとう、てっちゃんもありがとう、なつきくんもありがとう、西野七海さんもありがとう、八六さんもありがとう、奥地もありがとう、フランもありがとう。明太子辛くなったらって。明太子大好き。ニノのアバターぜひ出してね。もう今日が終わってしまったよ。もう終わってしまった。アイス食べながらショールーム見てもいい、だって。いいよ、今日は許してあげるよ。私もアイス食べたいな。優しさに飢えてるの、きれいに黒い涙。昨日の DMM をさ、黒い天使のとこだけ見たけど可愛かった可愛かった、可愛いから自分でなんかポニーテール似合ってました。しかもね、昨日はね、ただのポニーテールじゃなくてね、モリモリのポニーテールにしてもらったのね。そうだから、モリモリのポニーテールにしました
明日休みなのでオールをするからだって。休み、なんかさ、その前の公演前にショールームをして、その時にみんなから目力がすごいって、なんか目力がめちゃくちゃあるからめっちゃメイクを変えたってその日すごい言われたのね、その公演前のショールーム でどういうことだろうと思って、でも DMM でユニットのとこ見てみたらわかる、なんか目力があったよね昨日ね。はい、ないよ。なんかみんなの言ってる意味分かったけど、何をメイクで変えたかって言ったらそんな変えてないのよね。なんでだろうね。なんで？うるさーい。そうめっちゃ言われたんだけど、私もなんでだろうと思ってたんだけど。はい、まこさんベッドの上乗りましょう。よいしょ。久々の T2 だったからって気合が目に出せたのかな。だってそうかな、そうかもしれません。そう、なんかね目がパチッとしてた、だからその調子で次のリセットの時もやってみようかな。助手席のドア開く沼を T2 出てよ。だって昨日は急遽だったからね、ハズハズさんの代わりでした。まこたんも下野さんのラジオ出ますからって。まこたん出る？まこたんはいません。いのとしものさんと黒木さんの3人でしました。なんかさ面白かったのがさ、なんだっけ、お便り今日読んでたらさ、しものさん、黒木さん、あ、ちょ、下野さん、にのりのり、黒木さん、こんばんはってみんな書いててわ、めっちゃ黒木さん有名じゃんとか思いながら見てました。あ、黒木さんもそんなにさ、すごいなんかラジオにとってそんな存在だったんだなって、みんな黒木さんにもこんにちはって書いてたもん。面白かった、笑ってしまった。なんか一人そのお便りは読まれなかったけど、にのりのり、しもしもし、黒黒き、黒黒くこんばんはって書いてる方もいて、わーって、にのりのりが一番ごろがいいなとか思って、しもしもしも変よね。なんかビーバーありがとう、コージーありがとう、出張お疲れ、佐藤もありがとう、ゆきちゃんもかわいいありがとう、てっちゃん靴ありがとう、おくじもありがとう、たこ焼きくじらっきーもありがとう、みなさんいっぱいありがとうございます。なべたかさんもありがとう。今日面白かった話、祈りのり
語呂が良いのは赤あかり、やっぱリーで終わるやつがねいいんですよね。誰だろう、あとリーで、リーが可愛い、リノリノリーっていうこの何、このなんかはこの単語が可愛いよね。作った私天才だと思う。936日おめでとうございます。だってありがとうございます。確かに「IID」は言わないねそうね、なんか2文字でも赤あかり、赤あかりは、赤あかりってリノがいっぱい言ってるからじゃない、聞き慣れたんじゃなくて。赤あかり、あ、思った、昨日のあの HKT の公式ツイッターで、あの久しぶりのりのりってなってたよね。あれマネージャーさんが撮ってくれた写真なんですけど、めっちゃ可愛いから見といて、そして保存しといて。リが言うの、うん、アイアイリノリノリ、そうね、リナリナリだって、うん、リノリノリ。スピード落とす車の窓から、怪しげな誰かがこう、かわいいでしょ今日も。ライトの海を、リセット公演のおすすめの部分は何ですかって。リセット公演のおすすめの部分はニノのホワイトデーのソロ。言葉を湯煎して愛を混ぜたチョコと、あとはウッホッホの時に2番の A メロで、誰かと誰か喧嘩していたら間に入って握手させようのイノドリコピさん。あと何かな、何かな、あとアキさんとかとやるなんてねーとホワイトデーのも可愛いよ。あとはジェラシーのタン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 ジェラシーの時にアキさんにあのこれするの、こういうやつあれも好き。ふむふむだって、ふむふむね、思った、公式がリノリノリって言ってたら笑うよね、面白い。犬も笑っちゃった、なんてね。でででで、あーフォローめんどくさいな。エレタンが昨日リノちゃんと公演で会えて嬉しいって言っていました。おお、それは嬉しいです。こちらもなんてね。リセット公演に行きたい、だって来て。もう11月リセット公演もう23日終わったからさ、あとはもう12月と1月と2月しかないよ。30分だったら終わりにしようかな。佐藤もありがとう、クジラッキーもありがとう、フランもありがとう、夏希くんありがとう、ビーバーもありがとう、ぽよん。そうよ、久々にね来てましたよ。
お待たせしてないよ昨日。誰？熊がいっぱい。あ、みくさん。たかさん、ありがとうございます。ありがくまタワーです。ありがとう、久しぶりだね。くまタワー、ありがとうございます。すごい、ありがとう。ここに今、くまがいっぱいいた。ありがとうございます。くま、僕はくま、くま。くま、ありがとうございます。久しぶりな、久々な気がする、たかさん。ありがとう。なんてねー、考えるもの偶然に思われて結ばれたいし、きっと来年も泣かせないよ、言葉を優先して、まこ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 、まあこまあこ、明日はねお休みなんですよ。だから何しようかな。女の子はいつもいい方に考えるもの。今日はのんびり配信。そう、のんびり。偶然に思い思われて、久々の休みだけどコンサートの練習をしないと、あのめっちゃ前にリハをして、もうね、いろんなこと公演とか出たらさ忘れちゃったんですよ全部。もう誰か思い出してくんないかなあのみんな早くなんか思い出してほしいよ。思い出してあの曲が踊れないんです。あの曲が踊れないんです。え、今ね曲名言ってないよね。出ないよね、今曲名言ってないよね。あーびっくりしたよく言ったかと思ったじゃん。危ない危ない、言ってないよね。今分かんなくなっちゃった自分で、え、今言ってしまったとか思ったけど言ってなかった。危ない危ない、言ってないよね、多分本当に言ってないよね。だよね、覚え、みんな覚えてほしいって言っただけよね。もうねポロッと言ってそうで怖いわ。いえ、あの曲を覚えてほしいで覚えて犬の頭に入れてほしい、体に。びっくりしたー今。ねびっくりした、なんかさ犬言ってしまったんかなと思って、あれと思ったら違った、怖かった。
あの曲としか言ってないです。あの曲が難しいんですよ。だからあの曲を覚えてほしい。覚えて。明日それを思い出そうかな。ね。明日は練習でして、明後日は実は公演なの、ゆりちゃんの生誕なので、ゆりちゃんの生誕を頑張る。どの曲になりましたって。でもそんなのもうあと1ヶ月の1週間で終わりなので、終わりです。そう、話題変えないとねえ。終わったらいいよ。それは終わったら、リノが頑張ったこの曲はあれよって言うけど、今は言えません。今はね、言えないから、もうちょっと待ってて。そしたらもういっぱい喋ってあげるから。そう、難しいのよ、めちゃめちゃ。ほがちゃんファイトありがとう。のまさんもくまありがとう。りかちゃん久しぶりありがとう。たべたかさんもありがとう。ともちゃん、こがちゃんもファイトありがとう。やすさんも、あ、ありがとう。兄弟揃ってありがくまー。白身フライもありがとう。あ、そうね、来週のね、日曜日ね、ニコ生配信が決まりましてね。5期生ね、5期生5時からかな、5時から1時間配信するんですね。もうこれはだんだん恒例になってきてしまってるから、もうみんなも何のことだか分かると思うんですけど、ニコ生のね、5期生企画があるので、皆さん3日間連続だね。そしたら3日間、26が市民会館、27がニコ生、28がサンパレスって感じなんですけど、よろしくお願いします。今日何日だ、18。そう、兄も同じアイテム投げてるよ。みんなありがとう。ではそろそろ終わりにしたいと思います。13位がね、プランありがとうございます。12位がトマさん、11位がナツさん、11位が高陽寺さん、10位がビーバー、9位がサットン、8位が7位がカッツン、6位が初めましてだ、学生さん、初めましてありがとう、すごい。6位がクジラッキー、4位がコウジ、3位がナベタカさん、2位がてっちゃん、1位がタカさんでした。クマタワーありがとう。じゃじゃーん。ありがとう。23日の公演、ありの楽しみにしてます。久しぶり、ありがとう。探します、ありがとうございます。みのちゃんでした。みのちゃんでした。ね、ちょ、10分寝てからお風呂入っていいかな、寝ないでほうがいいかな。10分寝てお風呂に入るか寝ないか。
バイバイだって、バイバイ。お風呂に入ってから寝ましょうだって。私シャワーなんだよね最近で、お風呂に入っちゃおうかな。じゃあまたね、おやすみなさい。早く入った方がいいよってガチですまたね、おやすみ。じゃあお風呂に入る。もう配信まだ経つからちょっと電気消しとくね。またね。もう切ったら入ります。できます。バイバーイ。ありがとう。